日本の実業家、政治家、元衆議院議員、岸重忠の実父、香川県豊田郡常磐村出身、旧西香川県立三豊中学校、旧西第三高等学校を経て、東京帝国大学法学部英法科卒業。連盟を脱退すべし、満州の我が移民村等の著書を刊行。1917年東京帝国大学卒業。満州旅行。 司法監視法を経て、1919年11月に、大阪毎日新聞入社、東京日日新聞社に勤務する。1924年同社印刷部長に昇進。創立以来、社会教育協会表議員として参加。1927年より1年4ヶ月間、欧米各国を視察。1930年同社政治部長、県印刷局次長に昇進。 九百三十二年四月十九日から五月十日かけて、大阪毎日新聞に、連盟を脱退すべしを連載し、国際連盟の無益優害なることを強調し、世界は、今渦のごとく湧き立っている、国内的に、国際的に、目まぐるしくる点を始めている、日本はまず事故を知れ、周座会を知れ、そして知り添えて、事故を守れ、外交的ご符号のつもりで危険な連盟に長しりは、 無用だ、速やかに脱退して、事故の覚悟に徹底しなければならぬ。と世論に訴え、日本の国際連盟脱退を躊躇する、政界上層部と連盟利用論者を非難。1933年同社営業局次長に、昇進。創立以来、大アジア協会理事を務める。1934年1月より6ヶ月間、北米を視察。 1937年大阪毎日新聞社を退社。1938年南和工業社長に就任。1941年同社を退社。1942年4月に第21回衆議院議員総選挙に郷里の香川県第2区から出馬当選。1945年12月まで大倉松委員。 内閣委員として国政に参画した。その後、公職追放を経て実業会に入り、日本デリス社長、共和工業社長、中央広告通信会長を歴任。1966年10月から毎週日曜夕間、東京ポストを発行50万部無料配布を3年6ヶ月間行った。 1970年10月1日に79歳で没した。ありがとうございます。